はい、ということで最後はもうこの曲が千里らしいかなって、最後はこの曲で終わりたいなっていうことで、この歌でいきたいと思います。ミュージックスタート。何、卒業かな。親愛なる千里へ。え、千里、二十歳の誕生日おめでとう。何、やだ、ママ、ママからの手紙なんて初めてかな。やだ、もうそういうの。今頃こんなのずるいとか言いそうだね。本当に、なんか二十歳って言われてもママにとってはまだまだ子供の千里なんだよね。いや、そう。千里が20年前にお腹にいることが分かった時、ママはこんなにも幸せを感じたことなかった。生まれた時もやっと会えたって、何とも言えない胸が痛いほど幸せだったな。生まれてからそれはそれは大変な毎日に感じていた。妹も弟も生まれたしね。何と言ってもこの芸能界に入ってからは今じゃ思い出すのも怖いほど大変な環境だったし、さすがにママも精神的につらかった。それはさ、ママの大切な千里が、あんなに小さな千里が泣きながらダンスを頑張ってたり、普通の小学生なら経験しなくてもいいことで悲しんでいたから、何度もやめていいよって聞いても何度もやめないって答えてきて、その度に私の方が弱いなって、こんなに頑張ろうとしている娘の姿を見て、ママも頑張ろうって、どんなことがあっても私がこの子を守らなきゃって、そのおかげでね、強くなれた。千里がいてくれて辛いことも半分になった。たくさんたくさんママを助けてくれた。普通じゃ経験できない感動もたくさんもらった。なのに今でも、ママ大丈夫？ママ平気？ママ何が食べたい？ママどこ行きたい？って心配してくれてありがとね。こんなに幸せな親がいるのかなって思えるほど、千里がママの元に生まれてきてくれて本当に幸せです。二十歳からの千里はどんな人生を送るのかな。人間だから悲しいこと辛いこと避けては生きられない。だからこそ成長していく。無理に笑わなくてもいい。思いっきり泣いてまた一緒に生きていこうよ。ママが流してんじゃんよ。楽しいこと幸せに感じたことも教えてよ。千里の泣いた顔も笑った顔も全部ママの幸せなの。そして最後に、この20年間の中で千里が出会った人たち全てに感謝します。どこかの誰かがね、千里を嫌いであろうが、あんなやつって言おうが、ママは世界一千里を愛しているからね。二十歳からの千里の人生がどうか笑顔あふれる幸せな毎日でありますように。ママより。ここ置いちゃってよ、もう。もうやだ、そういうのいらないのに、こんなこと。なんかさ、いつの時だったか届けなかったんだよね、こういうの。あ、そんなことないか。もうこんな号泣したの初めて、みんなの前で。もういけないんだ、そういうことした。もういいよ、千里に渡してくれれば手渡しで。こんな手紙会社が頼んだんでしょ。もうやだ、もうライト消してほしい。もうやだな。もう。
だっつーのいいお母さんでしょもうね、やだよ、もう、何話したらいいか全く分かんないよそうですね、でも本当にもうさっきも話しましたけど、はい、本当に良かったですよく分かっただからこういうの一番良くないって、もう、もう、そうね、ケンちゃんは手紙書けないから、ね、うちのケンちゃん大人気だもんね、キュートファンから。ケンちゃん見てるからね、あのうちのケン内緒だよ、パパのこといろいろ話してんのはいやそうそう、よかったです。もうね、本当に、でもまあもうママのこともそうだけども、本当にこういろいろあったけど、よかったです。こうやって二十歳をここで迎えることができて、はい、ありがとうございました。はい、ということで終わりたいと思います泣くとテンション下がっちゃうじゃんねえ、なんかねえ、あげてあげてありがとう、とにかくよし、とにかくとか言っちゃった、別に何にも思ってないのに勝手に、いやいや本当にね、ママやパパがいなかったらここにはいないわけですし、生まれてこれたことに感謝をしていきたいと思います。ということで輝いていきたいと思います。ミュージックスタート。勇ましい輝きの骨、美しい輝きの骨、毎日笑う、毎日遊ぶ。
本当に本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。今日はありがとうございました。おかえり。